ここはね、三重県城浦、磯の名前はですね、黒岩の離れっていうところですね。お長のね、大型が年に何回か釣れるところですね。今日はですね、お長を、大きいお長をですね、狙ってみたいと思います。さらしとさらしのぶつかってるところですね。あそこを一応ポイントとして狙っておるわけですね。餌がたまるであろうという予測で、泡の中に入ったら浮きが見にくいですね。そういう時はもうそーっと糸を張ってですね、竿の穂先で当たりを取っていくんですけどね。いい感じやけどね。結構潮がね、左から右の方へ流れていくようになりましたね。次のためにもう巻きをしときます。今度は餌が残ってきましたね。一拾うぐらい深くしてみます。これも固定でやります。中から入らん。いいよ。手前に根は出とるし、困ったぞ。よし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 、お前強い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 。ええもんや、ええもんや、ええお長や。ええお長やけど、これハリスが細いで往生したな。よし、やったやった、やったぞ。ええお長や、これやがな。よう切れんかったなこいつ。今度はもう4つで食ったから、次は4つのね、誘導固定やね。魚が食ったら降りてくるというやつ。
だからもう固定の方がやっぱり有利やでね、棚が変わらないということで、夜昼やったらなかなかかけてから取り込みがね大変ですから。ここで見広やわな、風があるからどうしても煽られやすいやん。で道道が引っ張られたら棚は変わるわけよ。ところがこれは絶対変わらんわな、この状態であれば。必ずここから下はキープしてくれるわけよ、下をな。だけど高菜が食えばさ、下へ二広なり三広なり降りてくるやん。もう一回やるでしょうか、これを。要するにダブルにしてやればいいんやね、こうやってここから入れて、普通の浮き輪も風があるで差し込みにくいけど、こうして止めておくわけやね。こうな、だから浮きがここにあると。で魚が食ったらこう下から引っ張られるから降りてくるとこれが誘導固定と言います。で今ですね、かなり沖で食ったんですね。ほんともう薪を手前にはしません。向こうの奥のさらしから出して、あの潮目を狙います。沖でかけたらできるだけもう沖で弱らした方が楽ですね。急ぎ輪へ突っ込まれると、ここはね手前に霜りが出たんですね、生え根が。それに擦られるともう一発でお前はですね、これは今糸の張りをも、張り巣のね角度、糸の針を作るためにやっとるんですね。挿絵が先行するようにで、巻絵と挿絵が一致するようにですね。こういう時の巻絵は広く打った方がですね、バラバラに固めてドボッと巻かずにですね。今止まった、さらしで動いとるだけだけどな、気配あんねんで、感じ悪ないね。こっち側の晒しでこう押されとるだけ、潮動いとらんもんな。あの泡がずっとそのまんまあるでな。餌取りみたいやな、あれ。乗った。乗った乗った。あ、いたたた。これあかん。取れん。
やったぞ。よし。よう出てきたなこいつな。ね。おい、白子パンパンやんまいぞ。はい、さっきの50とね、5回ぐらい根に疲れたんですけどね、もうダメかと思いましたが、なんとか取れました。道糸がね、これゴールドビーム言って少し沈むんですね。だから浮きの頭を押さえすぎるもんで、今度はね、さっきは B でやってたんですけど、今は BB。 こうしてね、餌を先行させます。餌を先行させるのと同時に、ハリスのね、針をいつもこう持っていくわけですね。餌がまだね、途中なんですわ。落ちてません。下まで落ちていくとね、浮きがどっしりとあぐらをかいてきます。だんだん落ちかかってきましたね。今ですね、今やっと刺し糸、ハリスと浮き糸が馴染んだ状態ですね。こっからです。こっからもう浮き糸話をしていきます。常にだけど、ハリスの針っていうのを忘れんように、自分はいつもこう張りながら送っていってます。あんまり引きすぎてもダメですね。引きすぎると餌が、刺し餌がね、浮きますんで、その張り加減っていうのは難しいと思うんですけどね。ただまあ経験の中でやりながら覚えていかれたらいい感じですね。今ああいう感じのところ、結局その晒しの右からの晒しのですね、切れ目ですね、あそこへ大体餌がたまるんですけどね、食いそうな感じがしますね。なんかこう浮きが入りそうな雰囲気ですが、もぞもぞっとしてますね、浮きがね。あれは餌が引っ張っとるわけですね。今度立ちすぎてます。そういう時には少しだけ引っ張って戻してきます。こういう状態ですね。まっすぐになった状態の時には今みたいな浮きの動きをします。だから今また角度が取れてるわけですね。その繰り返し、もう今はもう立ちたいわけですね。ハリスがどんどんまっすぐになろうとしてるわけです。そのまっすぐにしたら具合が悪いわけです。こうですね、誘いにもなるしね、これが。でハリスの角度も取れるし、非常にグレードリーにはね、いいと思います。これがね、まっすぐになると浮きがね、どっしりしますね。それが下から刺し絵が、だから刺し絵があれば、そこで分かるわけですね、餌があるかないか。刺し絵がなくなるとああいう動きはしませんね、浮きが。だからもう餌がないと判断してください。今の状態ですね。あれは刺し絵に引っ張られてますね。浮きがカポーカポーとこうかぶっとるわけですね。波が上がるときに浮きの頭を波が越えていくような状態になりますね。そういうときにはまだ刺し絵があるんですね。このままも流していきます。もう少しね、様子を聞くわけですね。ええ感じなんですけどね。あのカモメさんまで行けばまたお腹が来るような気がしますね。あのカモメがおるとこまで行けば。刺し絵にね、引っ張られてませんね、浮きが。どうですかね。あ、餌が残ってました。失敗でしたね。
もう一つ深くします。今度はあと一広ぐらいね、深くしてやります。浮きに全然当たりがなくて餌が取られればまた浅くしていけばいいですね。これで当たりが出ると思います。あのカモメがおるとこ、あそこが狙い目ですね。巻きはこまめにね、パラ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 と巻いていったらいいんですね。ドバッと巻かずに、まあ押さえてますね。あれは人、あ、入りました、入りました、乗りましたね。もうここは無理したらダメですね。ここは根が出とるわけですね。はい、ハエをかわしましたね。もうここからは糸をやったらダメです。もう強引に大丈夫です。ハエがありませんから、もう糸をやりません。お腹です。30、40にちょっと切れますけどね。はい、一丁上がりです。棚を一広深くして第一投目できましたね。こういう感じですかね。でね、浮きがね、こういろいろこう話をしてくれるんですね。まだ餌があるとかないとか、ほんと本当に魚が釣れなくてもね、違う楽しさがあると思うんですね。一匹の魚でもいいと思うんですわ。自分がイメージ通り、今なんかそうでしたね。あの浮き下を一広下げたら第一投目できましたから、ああいう時は本当に最高ですね。よし、自分の勘が当たったという、もう最高のあれですね、イメージ通りにいけたっていう感じですかね。巻きはもう常にですね、切らさないようにこまめにですね、いつも入れるっていうことですね。自分の前に魚を集めるっていうことが大事ではないですかね。巻きをおろそかにしたらもう釣りは終わりですね。少しグレが浮いたか分かりませんね、巻きで。またね、下がっていくんですけどね、浮いたり下がったり、その状況判断がね大事ですね。今のなんかもぼーっと見とったらもう見逃すような当たりですね。それを真剣に見るか、ぼーっと見るか。刺しは残ってますね。この穂先のね、だけで、穂先がもう浮きです。張りすぎないように、張りすぎたらね、刺しが浮きます。もうほったらかしたらいいですね。道をどん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 沈めていきます。これね、穂先がココッとくるんですね。その時には合わせません。むしろ送るような気持ちでね、少し送るんですね。ほんで、2番、竿の2番、穂持ちですね。そこがぐっと曲がってくると大丈夫ですね。合わしたら大概縛り引かされます。これですね。これはまだです。波で引っ張られたんですね。コンコンっていう感じで来るんです。大概ね、来ると大きいですよ、これで来るのは。これは今流行の沈め探り釣り。一発やな。
ええー、お腹や。もう絶対焦ったらダメですね、お腹。これね、浮きが見えてからが勝負です。焦ったらもうやられます。これね、叩いとる時は飲んどるわけですね。ハリスがね、今2号なんですけどね、これ50あります。もう優しく優しく静かにやることですね。浮きが見えてからが勝負です。常にね、竿の角度を立てて、すくうのは一発ですよ。失敗したら切られます。はい、やりました。やったー。どう、このオナガ。やりました。グレ釣りには絶対という釣り方はない。状況を読みながら釣り方をいろいろ変え、グレが釣れる方法を探していくしかないのだ。グレが釣れて初めてその釣り方は正解と言える。三原健作が状況を読み取るために重視している浮きとの対話、それができるようになるには一つの浮きを使いこなさなければならない。あなたも浮きと対話できるようになれば、グレ釣りはもっと簡単に、もっと楽しくなるに違いない。